乾杯。吉川明です。いつも日本酒女子の酒講座をご覧いただきましてありがとうございます。さあ今日はですね、菊間さんの酒造記念館にやってまいりました。というのも、なんと灘5号の公式 YouTube チャンネル55灘5号とのコラボ企画なんです。ということで MC の飯村大吾さんにお越しいただいてます。どうも、飯村大吾です。よろしくお願いします。どうぞよろしく。55灘5号ってそもそもどんなチャンネルなんですか？日本一の酒どころである灘5号、はい、関西にそんな素晴らしい場所があるんだけど、まだまだその魅力を知らない人たちのため、灘5号を伝えていこうというこういうチャンネルです。普段からどうなの？僕は自分のプロフィールの飲酒の趣味の欄に飲酒って書いてるんです。飲酒の欄って言いそうなので逆やって書いてるぐらい好きで、もちろん日本酒も好きなんですけど、割と今までって何くもに飲んできただけ、なんか知識が伴ってないというか、なのでちゃんとこう灘のお酒の知識を入れながら美味しくいただいて、なおかつ利き酒師の資格を取るんですって。みたいですね。それだってもう吉川さんは利き酒師どころか、はい、酒匠、酒に匠って書いて酒匠の称号までお持ちでいらっしゃいますから、はい、ちょっといろいろ教えをいただきながらご一緒したいなと思ってます。はい、今回もね、ナダゴさんに、ね、お邪魔させてもらって。そうなんです、夢のコラボ実現というやつですかね。はい、そうなんです、うん、ね、なんか先生のようなことが言ってますけれども、いやーもう、はい、公認家庭教師今回決定っていうことになりました。マンツーマンだいぶ迷惑やと思うんですけど、いやいやいや、我々としてはもうその称号を与えたのでね。ありがとうございます。もう私はとにかくもう一人でも多くの方に日本酒の味を知ってもらうというのが、うん、私のこう思いなので、はい、ぜひとも飯村さんにはお願いします。一発で引き酒師の資格を取っていただきたいなと思います。いろいろ覚えなかったことも多いみたいですけど、はい、久々です。もう20何年ぶりにちゃんと勉強すると思います。ちゃんと勉強してください、ね。はい、私全力でサポートさせていただきますので、嬉しい、ありがとうございます。はい、今後ともよろしくお願いします。ということで皆さん、ぜひとも755チャンネルの登録、コメント、高評価もお願いします。はい、見てください。はい、もちろんですね、日本酒女子の酒講座の登録もお願いします。